世界の皆さん、こんにちは。今回は埼玉県の川越で食べ歩きをしたいと思います。まず最初にやってきたのは花鳥右門時の鐘店です。こちらは芋恋というおまんじゅうが有名ですが、今回は芋恋ソフトを食べに来ました。花鳥右門は名前からすると創業300年くらい経ってそうですが、実は創業約55年、22年前に川越に引っ越してきたそうです。ソフトクリームがあまりにも可愛らしいデザインだったのでサムネの撮影を行いました。これが後に後悔を見ます。うん、うまいよね。うん。どっちが美味しいかは難しいな。俺だけど芋の方が好き。ミルク好きだったらこの店来ないな。確かに芋濃いソースだもんね。うん。でも芋の香りがふわっとするね。ミルク感も強い。甘すぎない。うん。ちっちゃいよね。うん。いろいろ食べ歩きしやすいじゃん。すでにお気づきの方もいたかと思いますが、溶けたアイスでずっと手がベトベトでした。さっぱりとしたアイスクリームは食べ歩きにぴったりです。続いて向かったのは三尾飾炉川越蔵の町店。川越の大野農場で育てられた 100% 純粋黒豚小江戸黒豚というブランド豚のソーセージがいただけるお店です。店舗の奥のテーブル席ではレストランメニュー、手前はテイクアウトメニューが中心。こちらの情報は我々が聞いたのではなく、全員が黒いスキニーのジーパンを履いた4人組の大学生の男の子たちでした。全員が黒いスキニーだったのは三尾飾炉が黒豚専門店なのを知っていたからかもしれません。突然ですがここで問題です。三尾飾炉というイタリア語は日本語でどんな意味でしょうか？1、私の農家。2、私の豚。3、私のウインナー。正解は1の私の農家です。3を選んだ方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。おいしい？うん、プリプリ。結構歯ごたえしっかりしてる。やっぱ肉感がすごいね。あ、これはこう、すごい硬いわけじゃない。割と軽いパンも。無理して一気に食べるからだよ。やべっちの目がそうしろって言ってたよね。全然してないよ、うん、俺の目は俺も食べたいなパンね、久しぶりにパン食った。パンってさ、カロリーの割にお腹いっぱいになるでしょ。納得いかないんだよ、うん、めっちゃ濃厚ないわ、うん、これソーセージだけで食ったことないんだよいや好みの問題だよ。久しぶりにパン食ったってぐらいだから。パンがそもそもそんなに好きじゃないじゃん。やっぱパンと食うと油が消えてめっちゃ食べやすい、うん、ビールが欲しくなりました。続いてやってきたのは大学芋川越岩田です。もし炎天下の中20分歩いてでもアイスキャンディーを食べたいと思っているにもかかわらず、おでんしか売っていなかったらどうしますか？我々なら迷わずはんぺんと大根で水分補給をしたでしょう。そういったアイスキャンディーがも今なくなってしまって、こういうフローズンドリンクかソフトクリーム系になっちゃうんです。幸いにもおでんではなくフローズンフルーツスカッシュが売っていました。フローズンフルーツスカッシュには凍らせた果物が入っており、阿部の表情が知覚過敏で歪みます。辛そうな。冷たいだけどこれほぼアイスキャンディーで普通に甘くて美味しい。あ、うめえ。スイカ寄りじゃないだけ、うん、香りがいいね、うん、酸味もあるし、スイカとかメロン系のやつでちょっとさ重たい感じになるじゃん。甘い、うん、酸味があってすっきりしてる。これ美味しいわ。うん、うまいよね。うん。飲み物っていうよりも普通にアイスだね。うん、キャンディーだよ。アイスの。アイスキャンディーだね。で、ベトベト注意報。ベトベト注意報。うん。個人の夢がさ、箱根にいたあんこぎっしりもして同じ感じじゃない？マジ腹立った。謝って。あ、うん。柔らかい。すごい柔らかい。舌触りは芋だね。軽くチーズの香りするかなぐらい。うまいわ。ほんとチョコの香りが強い。昔中学校1年生の時にさ、ホワイトデーのお返しにマーブルチョコケーキを作ったんだよ。あなたあれチョコをケーキで返すタイプの人間？いや、1回しかやったことないんだよ。その時作ったやつ言ってもらった女の子しか知らねえよそれ。俺の作ったやつ全然違うわ。うまいね、これ。うまいよね。牛乳飲みたくなる。結構ショコラ味のチーズケーキ。うん。思ったより甘くない。うん。食いやすい。うん。知覚過敏で悶絶してでも飲む価値のあるジュースでした。チーズケーキも芋感があって美味しかったです。続いてやってきたのはミセスハンバーガー。最近インスタでちょこちょこ見る串に刺さったハンバーガーが食べられるお店です。いくつか味が選べるようなのですが、小島はお腹の調子が芳しくなかったため辛くないものを希望。いっぱい食べなきゃいけないからサルサはちょっと怖いです。バジルとサルサで。この人今なんて言った？サルサ頼んでんじゃん。気づかないうちにボケんのやめてもらっていい？けどさ、みんなが同じ味じゃなくてさ、違う味を頼んだって俺らはいいんじゃない？お前がバジル食いたいからだ。そういう嫌がらせみたいな受け狙いとかほんと寒いよなと思っていた小島でしたが、阿部は何も言わずサルサ味を食べます。それ俺口拭いたやつね。それだから一口で食べた方がいいかも。ほんと？マヨネーズ入っててまろやかで、ハンバーガーっていうよりなんかひき肉入ってるって感じ。ハンバーガーやっぱ一口でいくとハンバーガーの味しない。阿部を疑ってしまった小島にはなんとなく罪悪感がありました。その直後、阿部が SNS に動画のネタバレになるような投稿するのはやめてといったそばから、ハンバーガーを食べる小島の写真をツイッターに投稿。小島が感じた先ほどの罪悪感は阿部のこの行為でチャラとなりました。謎の汁飛んでんだけど、俺が食ってないはずのサルサが俺の。早くバジル食えよバッテリーなくなるんだ。こうじゃない？いやー、やれた方がいいと思うよ。多分ペッてなっちゃうよ。ちょっとだから禁じ手してちょっと一回開いてみて。あ、マヨネーズにね、ひき肉だ。なんかハンバーグよりもひき肉感じゃない？結構なんかふわふわしてて、そう、めっちゃパン柔らかい。めっちゃパン柔らかい。いい感じの焼き加減。なんかちょっとハンバーガー食ってる気しなくない？意外ね。そう、噛み続けるとハンバーガー。なんで俺が言った時は変な感じになったのにさ、小島が言うとちょっと説得力ある感じになる。自分でそう思い込んでるね。ケチャップ取ってこようかな。店内はフードコートのようになっており、広々としていて涼しいので、夏の暑い日に少し長めの休憩を取るのにおすすめです。続いてやってきたのは肉の11屋です。しかしこの日は残念ながらお休み。ふらふらと歩いていると似たような昭和感のあるお肉屋さんを発見。それがこちら、あずまや精肉店です。ネットで調べても大した情報は載っていないし、揚げたてでも何でもないのでこんなことを言うのもあれですが、全く期待せずに食べてみました。吉祥寺に並ぶうまさだぞ。嘘。値段が110円じゃん。吉祥寺の200円ぐらいする。200円でしょ。コスパでいったら勝つ。吉祥寺って熱々だったじゃん。これ熱々じゃなくてこんだけ叩かれてすごくない？結構お肉に塩味がしっかりついてる。弾力も結構ある。肉汁がすごい。ちゃんと含んでる。そう、これうまい。しかも110円でしょ。コスパやばいやばいね。小島と阿部メンチカツランキング第1位を受賞です。おめでとうございます。続いてやってきたのはリンリン屋です。パンダのような名前ですが、うなぎを食べ歩きできるお店です。うなぎ激戦区の川越ならではですね。本店は栃木にある林屋というお店。林を重ねてリンリンなのでしょうか。林という漢字はすでに木が2つ重なっているし、うなぎ屋は煙も出ますから黙々屋でも良かったのではないかと思います。これいい七味だな。これ長野の七味。おっ、何なんかちゃんとやってんの。肝ってさ、お味噌汁でしか飲んだことなくて、吸い物ね、吸い物、焼くとこやじなんだね。ビールだね。うん、ホルモン感あるよね。ホルモン感があるね。パクる気満々じゃん。うまく練習しとけよ。全部使うんだよ。おいしい。お前さ、うなぎ食ってる時にさ、これぐらいちっちゃくしてさ、塩みたいにして、口に入れて日本酒すると思うんですよ。もうそれ、うなぎが好きなんじゃなくて日本酒が好きなんだ。すごい魚の香りがする。ちょっと血合いみたいな香りしてる。血合い？魚の血合いって色がちょっと灰色になってるところじゃん。あ、鮭の皮の間にこういるでしょ。カモンみたいな。全然ピンときてないやつ。名前言われて分かってないんだからそうなるでしょ。分からない側の人間がなぜこんなにも強気になれるのか、小島には全く理解ができませんでした。次に向かったのは角王山フルーツ大福弁財店小江戸川越店です。こちらは全国展開しているお店ですが、小島がどうしても食べたかったので思いつきで入ることに。餅ではなく牛皮と白あんで包まれたフルーツ大福が美しく並んでいます。突然ですが、幸せとは何でしょうか。我々の価値観で言えば、札束のお風呂に入りシャンパン片手に美女をはべらかすことです。そう、それを可能にするのがこれ、イエローピタヤ。イエローピタヤ、幸せを呼ぶ果物って書いてある。人間そんなものに頼ったらもうおしまいだよ。キモいけどうまい。キモいけどいらないだろ。キウイのあの種の感触、めっちゃジュクジュクして柔らかくて水っぽい。みずみずしいにしよう。めっちゃ柔らかいキウイ。あ、食感ね。味は別にね、酸っぱくないし甘くもないし、餅がすげえ甘いから、周りのまんじゅうの部分がだからそのみずみずしさとバランスいいから、甘くない人はいい。うまいよ。やべえよ、これ残り500円だ。みずみずしいね。このプチプチした感じもいいわ。キウイっぽくない？キウイっぽい。種噛むとちょっとだけ酸っぱい気がする。この種の食感いいよね。いいねこれ。サクサク、なんだろう、ザクザク。うまいわ。な、幸せを呼ぶ果物っつったら。確かに俺今ちょっと幸せになってるかもしれない。ハニーピタヤのおかげで幸せとは何かを見つめ直すことができました。